皆さんこんにちは、ファクトリーギア TV 工具好き。前回はですね、DIY ショーの様子をですね、まあ写真を中心にこうお届けさせていただいたんですけども、はっきり言って商品なんだかよくわかんないともうちょっとねちゃんとね商品のディテールをということで、今回はですね、なんとメーカーさんにデモンストレーションしていただきました。いろんなムービー撮ってもありましたんで、それを紹介したいと思います。まあその前にですね、私がちょっと見つけた面白いグッズをちょっと2つほど。まず一発目こちらです。これはこれにつけると、涼しい涼しいはい、すいません真剣に見ないでください。真剣は一応ね、一応こうウォーミングアップですから今のねじゃあもう一個いきますよ、もう一個、はい、こちら。ちょっとあとは気になる面白いのがね、はい、これなんとここにつけるとこれいいですね、これね。はい、これもね、一応ちょっとウォーミングアップ第2弾なんで、これで終わりだと思わないでください。これね、でもね、ちょっと使ってみたいですよね。まあこちらの商品はこちらなんですけども、まあ2本セットでということで今やっておりますんで、ぜひ興味ある方見ていただければと思います。でさあ、ここからですね、本番です。いよいよハンドツールのところに行くとですね、このやっぱりね、ギア TV みんな知ってまして、ぜひ取り上げてくださいというリクエストがありまして、一番最初にリクエストがいただいたのはこちらのメーカーです。はい、ドン、アネックスさん。今回はですね、まあ、ちょっと面白いこちらの商品紹介していただくことにしました。見てください。これはもう普通はね、下穴こう入れて、下穴入れたところにエクストラクターこう入れていくっていうのが、これ一発で叩いて溝作って外すというもので、パラソンマーク似てるね。ありがとうございますよく言われます沖縄っぽいよね、でもね、顔ね。でもそれは笑っていいと思うに、それは初めてマークのやつでなんか出た、そこちょっとカットになると思います今のビット自体をまず食い込ませるんですけども、これプライヤーで掴めないものっていうのをまずターゲットにして、上からまず叩くだけ、ここに溝が入ります。溝が掘れると。で、今掘った溝にかました状態、本体を取り付けます。ダンダン、わお、ね、アネックス、マー君、おすすめちょっと工具のデモよりマー君気になっちゃってねでもね、これちょっとね、まあ普通なんですね、割とまあこうネジに溝つけて、それでインパクトドライバーで回すってのがあるんだけど、いやこれ普通じゃんって言ったらですね、いやちょっとすごいのあるんですよって見せていただいたのがこのパターン。六角穴付きボルトだと焼きが入ってるんで、うん、通常の今までの既存品のネジ取りインパクトで、うん、叩いて傷をつけようと思っても、うん、傷がつかないんですね。そうですね、はい、でこれ新しい六角形状のもの、うんうん、叩いてやると食い込みます。本体なんでこれ焼きが入ってんのにいけるの？焼きが入っててもエッジが効くような形状になってるので、完全に食い込まなくても、まあ、ある程度食い込む。ありがとうございます。アネックス、お見事。ありがとうございます。これはね、結構注目の商品ですね。六角ヘックスですね。ヘックスも結構ねやっちゃったりすると思うんですけども、まあ、六角ボルトってね、硬いんで、まあ、こういうの非常に使いづらかったのが、その六角ボルトも回せるぞってことで、今カタログ見ますとですね、 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm っていう風にラインナップされてるんで、結構やっちゃうぐらいのネジですね。美味しいところがラインナップされてますんで、これ見ていただきたいと思います。アネックス行ったらここもやんなきゃいけないだろうっていうことで、ベッセルさん、どんな感じで紹介したらいいですかって言ったら、かっこよく紹介してくださいってことだったんですが、ごめんなさい、ギア TV かっこよくというよりもこんな感じで紹介させていただきたいと思いますんで、見てください。どうぞこちら。皆さん、ベッセルさんがデモしますよ。ラジェットドライバー、はい、お願いします。ラジェットだけ出すの、はい、ボールグリップのラジェットドライバー、うん、これがですね今までの、一番日本で一番売れてるドライバーが220番というこのボールグリップの形状なんです。それにラジェット機能を搭載したっていうのが入っちゃうんですけどねで、持ち方としてはこういう持ち方が一般的なんですけど、これでここで回せるというのが特徴になります。
軸もカバーがついてましたね。はい、はい、見えます。おお、固めに作ってある、しっかりと密着してますので使い勝手もものすごい。先端がもしダメになっても乗った時もこれだけで買っていただければ。長さもあるんだね。そうですね、長さも先端のサイズも3番もありますので、2番3番ここにビットをつけて使わないようにこれ専用になります。でも使えます。使わないようにお願いします。以上、はい、ありがとう。あの電気屋さんに非常に人気のですね、ドライバーのオリジナルの形とほぼ同じ大きさでありながらラチェット機能がついているということで、とても面白かったというか使いやすいドライバーですよね。あの結構オートモーティブ関係の人はあまりパームグリップ使わないんですけども、実際使ってみるとかなりあのいろんなところで使えるドライバーだと思いますんで、このラチェドラはかなりおすすめですよと。ということで、あのベッセさんかっこいいかどうかは分かりませんが、ご紹介させていただきました。ちょっと長くなりましたけどね、いいね、切らないでね、なるべくねそれじゃあ皆さん、さようなら。